こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はデビッド・ガルバリディの使っているゴーストノートを入れたいと思うんですが、まずはですね、基本リズムパターンをやってから、まあ、ハイハットの8部でまずゴーストを入れてみて、まあ、ちょっとシンバルの前回やったシンバルのパターン全部やってから残りのシンバルパターンでもやるという形でやっていきたいと思います。まず基本ビートはですね、こんな感じですね。使いそうなパターンだと思うんですが、これに歌タンタンタタを入れる。これね、歌タン、ここはアクセントなんで、それ以外は全部ゴーストです。なのでガルバルディっぽいですよね。で、これにさっきのパターンを入れると、最初やるときは一拍ずつ練習しましょう。ドタタと、うん、ドタタとタ、ドタタとタっていうね。次二拍目はせーの、タタせーの、タタっていうふうに動きよう。で次はツタタ、ツタタ、で最後はタタタタっていうふうに一拍ずつ練習して、はい、前回やったハイハットのバリエーション。形で、練習しました。まあ、これだけでもグルーヴが出ると思うんですが、これに全部ゴーストを足していきます。だからこれが1番、2番目スッタッ、これか。でチーチキ、チッチキとかチキチーは給付の時手をできるだけ上げとくとあんまりつられなくなるんで、大きく振るっていうのがポイントですね。8分の時大きく振るとつられにくくなります。なのでハイハットも、全部のパターンを練習しておきましょう。めっちゃむずいですね。でも歌タンタンタタってすごいグルーヴ出やすいので、1回練習しておくと、16系のあの管楽器の入ってくるバンドの時はこうやって ここにゴーストが入ったらすっごいハマるんで、ぜひやっていただきたいなと思います。手間がかかるけどグルーヴが出やすくなるかな。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。